ですえー、農家と農編集でお送りしてます。ニスー、えー・新防衛研究チャンネルさん、近藤さんからの日々のレポートですね。一日一日でそんなに前線を送けませんけど、えー、毎日毎日、えー、ロシアは本当に前線に波状攻撃して、えー、ウクライナ軍は撃破してますね。ウクライナ軍ももう、えーまあ、防御に回ってますね。反転攻勢第3フェーズと私は自身に言ってますけど、えー、来年 F16 が来たら、まあ、挽回できるように期待してますね。えーなかなか その航空支援で、えー、核射撃ですかね、えー、なかなかウクライナ軍はロシアの航空機を撃ち落とすことできない。だいぶ余裕 この、遠くから、撃つみたい。私も詳しくないです。撃つみたいですので、えー、なかなかその、ロシアの戦闘機を撃ち落とすことできませんけど、F16 ならあ撃ち落とせるじゃないかというニュースもあー入ってますけど、えー、本当にロシアは本当に、えー、空爆と、そして、えー、地上ですね、えーまあ、ウクライナ軍も、まあ、その守りやすいところに引き下がって、えーまあ、出るときは出ますけど、えー、引き下がって、その波状攻撃、えー、を撃退してますね。本当に。 え守っってて頑張ってますね。えー、またあコンピュータ、えーのまたあ広角地目標ですねいろいろな式場とかドローンとで、えー、特に今あ月,月産50005、うん、万切ったかな無人ですね戦争の仕方が本当に、えー、このロシアのこの戦、えーえーえー ロシアの兵隊を集中、うん、狙って、その無人機で狙ってそういう攻撃ということで、えーまあ、5万機できたら1人でということで、えー、5万人があこのお削ることができるということで、今、戦争が多く変わっているということで、えー、それでもまたあのこのお、ウクライナ、頑張ってますね、ハッカーによる、またあこのお、FL えー、ウクライナの長期間とのきょお協力で、えーこのお、頑張ってますね。えー、新防衛研究チャンネルさん 方からウクライナ選挙プラス中東選挙これ12月21日、えー、20日現在の情報ですねウクライナのサイバー,あー激戦かロシアの6000台のコンピューターを無力化することで、えー、下水道関係のそういう,うインフラのに、えー コンピューターにハッカー集団入って、えー、だいぶ、この、ロシアのインフラを、まあ、あ、破壊に成功してるみたいですね。ウクライナが頑張ってほしいですね。なかなか、アメリカの資金と。また、あーヨーロッパでも、ウクライナに、支、え、援、ーえー、に,に反対する、そういう、ううまあ、本当に、えー、ロシアの工作ですね。そういうあ、ハンガリーとか、そういう、ハンガリー特に大統領ですね。そういうことで、えー、この、 新路派がそういう工作してますけど、ウクライナ頑張ってほしいですね。ウクライナ頑張って、えー、応援する、ウクライナにシャロームですね、えー。まだまだ引き続き辛抱して、来年 F16 ぐらいで、また、えー、支援ですね。支援が本当に、えー、必要ですね。そういう弾薬、特に、えー、弾薬とかいろいろ支援で、えー、第四個、うんつ 年明けたら、本当に、えー、反転攻勢の準備できたら、まあ一気にという、えー、希望ですけど、ウクライナ軍も一人対兵士を犠牲にすることはできませんので、合、え、う、ー、てつ、頑張ってほしいと思います。えー、中東もそろそろ北部の方は包囲が完了したということで、まだまだその、お えー、グループ、特に若者がそういうはちめきを巻いて、えー、そういう感じで、えー、亡くなることをコントさんはあ涙するというけど、まあそういう考えですね。本当に、えー、このおイスラエルを全滅させるという考えで、えー、本当にそういう考え方は本当に、えー、もう、おえー、パレスチナ人にとっては本当に悲劇ですね。お本当にパレスチナ国家ができるように、まあそういう、お お互いどっちか潰すんじゃなくて、えー、パレスチナ国家、イスラエル国家が共存できますようにでで、できるのが私の考え方ですね。また、えー、イエメンの北の北,の北部のソウルの反政府、武装勢力ですね、シーフ派ですね。本当に、えー、ガザに送ると言ってますけど、その実際はどこで、えー、多分反政府力ですので、武力ですね、そういう規制を上げてますね。なかなかそういう裏で、イランがそういう,うハマスやその 資金カタールもそうですけど、えー、このお,お金を得る、えー、なかなかそういう、まだまだあー中東情勢、イスラ、えー、シラジ勢、その中東情勢から目が離せないですね、えー、イスラエルにシャロム、中東に平和ですね、えー、この辛抱研究チャンネルさん配置しての、ウクライナに栄光ーレ。えー このグ、うん、ラインエコハネ、えー、イスラエルにシャロム、中東に平和ですね。はい、えー、マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。えー、マサートでした。仕上げネツ、ファッションプレゼシャロム、シャロム、シャロム。